オラームアリー・ハッタードイコール・アーデルは、イランの政治家、学者、保守派、イラン全国会議長、公益判別会議議員。日本語メディアでは、ハッタード・アーデル、ハダド・アーデルなどと表記される。ハッタード・アーデルと表記する機関もある。1945年テヘラン生まれ。1966年テヘラン大学卒業後、1967年、シーラーズ大学で、 物理学修士号を取得。1973年テヘラン大学で哲学修士号。1974年には同大で哲学博士号を取得した。1972年から1985年までシャリーフ工科大学で准教授。1985年からテヘラン大学教授を務めている。イスラーム。 文化指導副大臣、教育副大臣、最高教育会議副議長などを歴任。2000年から国会議員選挙でテヘラン選挙区で4期連続当選。2004年から2008年まで国会議長を務めたが、以後はアリー・ラーリー・ジャーニーに議長選出投票で敗れている。第8期議会では文化問題委員会委員長を務めた。 2013年6月のイラン大統領選挙に立候補したが、選挙戦終盤の6月10日に選挙戦からの撤退を表明した。2016年2月に行われた第10期国会議員選挙では落選した。ありがとうございます。